皆さんこんにちは。こんにちは。 100% 国産小麦を愛するひとパン工房のひとみ店長です。ジャニーでーす。あー先週ですね、いただいたコメント、はい、読ませていただきます。はい、ひとパン工房に来たコメントです。はい、パン、お店の雰囲気、接客、とても素晴らしい。駐車場が遠いのがマイナス星でした。うん、食べていない種類があるのでまた通いたいです。あ、嬉しいです。ありがとうございます。星5つ中、4つですね。ありがとうございます。はい、駐車場が遠いのはこれはどうなんですか。申し訳ございません。はい、ひとパン工房来ていただいた方なら分かると思うんですけども、まあ、駐車場遠いですね。遠いし、はい、まあ、これはね、周りが住宅地なんで、なかなかこう駐車場が周りにないという立地上の問題もあるんですね。一つだけなんで、はい、もう誰かが使われてたらもう待つしかないというところなんですよ。そうだね。なんかどうしてもね、大きなパン屋さんとか行くと駐車場がたくさんあって、うん、いつでも止めやすいと か、うん、なんか車で行っても安心して行けるっていう、うん、やっぱね、大手のパン屋さん多いんですが、うん、うちはどうしても個人店で土日だけ営業ということなんで、うん、駐車場をそんな大きく確保してないし、うん、そうなんですよね。なおかつ物件がどうしてもね、住宅地の中っていうこともあり、そうなんです、ね、なかなかここは申し訳ないところですね。駐車場がね、しっかり完備できているような物件であれば、うんうん、こういうね、はい、不満はないかなと思うんですけど、まだマシになるかなと思うんですけど、はい、ちょっと今のところは、はい、もう一台でもう本当に申し訳ないんですが、はい、回していただくというような感じになりますね。はいはい、もし仮になんかね、近くに駐車場ができたりしたら、うんうん、そこを契約したりとかするんですが、今のところ、ね、うん、周りも住んでる方たくさんいらっしゃいますので、なかなかそういう場所でもないかなっていうのが現状ですね。うん、ちょっと最初に物件を決める時の条件として、うん、はい、本当そこが全く視野に入ってない。そうだね、うん、駐車場とか考えずに借りちゃったからね。1ミリも考えなくてオーブンが入るかどうかだったもんね、最初はその条件一択みたいな、はいはいはい、そんな状態で最初物件を決めたので、うん、はい、まあこうなって当たり前なんですけど、はい、また来てくださると、うん、書いていただけることが本当に、はい、嬉しいですね。うん、そうですね、ありがたいですね。はい、はい、またぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では次の口コミですね。はい、お願いします。はい、星2の口コミです。はい、硬い、ボソボソしている、日持ちしませんというコメントをいただきました。なるほど、日持ちしてほしいですよね。はい、これは申し訳ないですね。日持ちしないですもんね、はい、うちのパンは。ひとパンのパンは、まあ、大手のパン屋さんとか、うん、スーパーで売ってるパンに比べたら日持ちはしないですね。しないですね。はい、これはどうなんですか、店長さん、このコメントに対しては。日持ちするパンをぜひ他のパン屋さんで買っていただければと、はいはい、ああ、なるほど、思いますね。はいはいはい、日持ちさせることに努力すべきではないかと。はい、ああ、一パンでは一パンが、はい、日持ちをするように改善っていう感じではなくて、うん、日持ちするパンは他にあるので、うんうん、そうです。まあ、一パンが目指しているとこはそこじゃないですって感じか。日持ちさせる方向が小麦の味が消えていく方向だったりとか、はい、まあ、なんで一パンのパンは日持ちしないんですか。それはもうシンプルすぎるんですよね、はい、材料が、はい、あとボソボソしていると書かれていると思うんですが、硬い、ボソボソしているというコメントを、うん、はい、まあ、これはちょっと劣化したらパンってみんなボソボソしていくんですけど、どのタイミングで例えば3日後4日後買われて食べたら、それは結構ボソボソしていると思うんですね、うん、はいはい、あ、当日じゃなくて翌日とか翌々日とかね、はいはいはい、ただうちのパンは水分が若干少ないんですよ。はい、おお、それはなぜ。それはそういう食感にしたいからなんです。おお、なるほどなるほど。まあ、当然水分量増やせばこのボソボソさは解消されるってことなんだ。まあなだらかに、若干なだらかになっていって、はいはいはい、どっちかっていうとしっとりとか、はいはい、もっちりとかするんですよね。はいはい、すごい柔らかかったり、はいはいはい、結構潰れやすくてフェシャーってなったりとか、はい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 、
水分が高いとそういうイメージなんですね、はいはいはい、で口どけが良くなるので、うん、美味しくなるっていうような方向ではあるんですけど、はいはいはい、うちのパンはそこまで水分を入れると、うん、ちょっともう小麦の味がどんどん薄まっていくような感じがするので、うん、おお、なるほど。どっちかっていうとこうしっかりした食感、はいはい、ハムって感じですね。なるほど、ま、つまり食べ応えあるみたいな感じ、はい、小麦の味をあの感じてほしい、食べていただく方に感じてほしいから、はい、水分量をあえて少なくしている、はい、そうですね。そのデメリットとして、うんうん、まあ、どうしても日持ちしなかったりとかボソボソしちゃうってことか。そうですね、うんうん、あとまあ口どけ一般もいいんですけど、うん、そのくしゃっこうパクって食べて、うん、じゃあねちってなるよりかは、うん、噛み応えがあるみたいな感じ、うん、しっかりしてる生地、うん、っていうのが、うん、まあ、うちの特徴でもあるので。なるほど。なのでよりボソボソ劣化するとしやすいんですよね、うん、なるほどなるほど。はい、ただここを変えていくとちょっとうちの個性がどんどん死んでいっちゃうんですよ、ね、はい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 、なるほどね、はい、日持ちのするパンをちょっと、うん、が一番最優先なのであれば、はい、他で買っていただいて、はい、まあ、あの一応あの2日目以降に、うんうん、2日目以降だったらもう焼き直してもらって、はい、もう3日目以降になるっても分かってるのであれば冷凍してくださいってお伝えはしてるんですね、はい、ああ、なるほど。一パン工房のパンは、2日目以降にって食べるんだったら、まあ、焼き直し、トースターとか、はいはい、香りをもう一回小麦の香りをちょっと作ってもらって、はいはい、3日目以降になるんだったらもう買った当日に冷凍庫に入れて保存してもらって、ね、食べる時に解凍してもらって焼き直してもらうと。そうですね。なるほど。それがおすすめです。それでまだあの水分がそのどん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 飛んでっちゃうんですよね、常温だと。なるほど。それがあの冷凍だとある程度抑えられるので、はいはいはい、という方法はあります。なるほどなるほど。まあ、常温で置いといたらどんどんパンの水分が飛んでっちゃうから当然ボソボソしちゃうし硬くなっちゃうよっていうことね。そうです。国産小麦も楽しみたいし、うん、長日持ちさせて楽しみたいということであれば、うんうん、もうちょっと冷凍をうまく駆使していただくしかないかな、はい、なるほどなるほど、はい、思っております。なるほどね。どうしてもね、日持ちさせようと思ったらお砂糖とかお塩とか、はいはい、油とかいっぱい入れることになるんですね、はい、おー、じゃあそのお砂糖、塩、油をたくさん入れれば日持ちはするんだ、パンとしては。します。おー、特に油とかは、はい、水分が飛ぶのを油膜で抑えてくれるので。おー、確かにラーメンとかもなんか油が層があると熱いまま結構長時間食べたりもするもんね、うん、そうそうそう。とか比較的クロワッサンとか、はいはいはい、そういうのはね、次の日、次の次の日でも、はいはい、あの意外と普通に食べれちゃう。あ、そうか、バターが油分だもんね。油分なんで。なるほど。なんですが、ちょっともう小麦の味というよりはもうちょっと、なるほど、油の味とか、そう、砂糖の味とか、砂糖の甘みとか、甘い味っていうんですかね。なので、まあ、あのよく日持ちのするパンとかって、うんうん、これが普通のパンの味って思ってると、うん、本当小麦の味がほとんどしないんじゃないかって私思うぐらい。なるほど。同じ味しかしないなっていつも思っちゃうんですよね。すごいあのしっかり日持ちするパンって、はい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 、柔らかくて、うん、甘くてっていうのが基本なんですよね、はい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 、そう、惣菜パンでもすごい甘いんですよね、生地が。なるほどなるほど。甘くできていて、はいはい、まあそれはそうだよねっていうところ。まあ、ひとみ店長毎回言ってる通り、パンはやっぱ甘いイコール美味しいって感じる、脳が感じるから。そうですね、甘いんじゃないんですよね、うん、うまいなんですね。うまいになるんだよね。そうそうそう、はい、だからどうしてもたくさん売れてるパンとかは、うんうん、砂糖が多く含まれてたりとか、そう、それ甘いって感じやすかったりするんだね。なんか甘く感じないからそんなに入ってないだろうって思われると思うんですけど、はい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 、結構入ってると思います。なるほどね、はい、ただ、そう、塩をね、うん、そう、塩を抜くと、うん、小麦の味わいすらなくなるっていうすごいことが起きてて、まあ、小麦はもちろん味はあるんだけれども、はい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 、ある程度の塩と砂糖は、うん、小麦の味を引き立たせるのにはすごくあの大事だったりも、はいはいはい、美味しく食べれるのも大事ですからね。うんうんうん、なるほど。全くなくするっていうわけじゃなくて、適度な塩加減とかお砂糖加減っていうのが、うんうんうん、そうですね、はいはい、もちろんバゲットとかフランスパンはお砂糖とか入ってないんですけど、うん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 、それはそれでそういう種類のパン、うんはい、最大限小麦を食べるパンっていう感じですよね、はいはいはい、あ、まあ、ひとみ店長的にはやっぱハードのパンを食べてほしいんだ。そうですね、より小麦の味わいを直に感じると、まあ、でもそれはもう
がままですね、皆さんが食べたいパンを食べていただければそうですね、はい、とは思っているんですが、はい、一応なくさないぞって感じで、なるほど、まあ、ひとみ店長のこだわりは、はい、なるべくハードのパン食べてほしいけど、はい、やっぱね、ハードのパンってなんか食べづらいし、うん、なんかね、どうしても味気ないし、なんかつけなきゃね、みたいな、ね、歯茎に刺さるし、ね、歯茎に刺さるちょっと流血しちゃうし、なんかジャムつけようかな、じゃないとね、はい、ちょっと微妙だし、みたいな、そんな感じになりますよね、うん、どんどんね、削ってシンプルなパンしかなくします、みたいな、はい、そんなことは、はい、ちょっと違うかなと私は思ってるので、はいはいはい、変わらないラインナップがしっかり並んでいたと思います、はい、はい、引き続き、はい、今年もそれで頑張っていきます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ口コミ、最後の口コミ星5いただきました、おーすごい、嬉しい、ありがとうございます、朝食のパンは一パンの食パンと決めて毎週欠かさず購入しています、年末限定のミートパイとアップルパイも美味しくいただきました、以前は近くの有名店でもよく買っていましたが、ここを知ってからすっかりご無沙汰です、味の好みは人それぞれですが、本当にいいものを使ってこだわって作っているのが分かりますと聞きました ね、はい、年末はですね、ミートパイとアップルパイも、はい、今年は今年じゃないか去年か、はい、やりましたね、初の、はい、折り込みじゃないんですけど、うんうん、油脂の高い、はいはい、サクサクのパイ生地っていうのでやってみました、はいはい、うん、はい、たくさんご予約いただいて、私の想像をはるかにこれ2倍ぐらいの量のご予約をいただいて、はいはいはい、もうこれこの生地仕込みでいけるかなと思って、はいはいはい、足りない、もう1回足りないって言って生地を3回も仕込み直したという、はいはいはい、そんな好評でしたのか、はい、好評でした、はい、感想もいただいたりとかして、はいはいはい、今年もやれたらやりたいなと、うん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 、ここまでご好評だったので、はいはい、別にクリスマスの時期じゃなくてもいいんじゃない、あ、じゃなくてもね、うん、はい、やっぱクリスマスがいいんですか、大変なんですか、やっぱパイ、普通のパン作りながらこのパイの生地作るっていうのは、ね、あ、ちょっとやっぱ違うんだ、どうでしょう、なんかもうちょっと、うん、もう休み入るぞって気合で頑張ってたところもあって、ああ、12月だからね、これを乗り越えたらお正月だっていう人見店長のね、もう行くぞ、心の声が出てて、もう1時間早く出勤して頑張るぞ、はいはいはい、そんな感じだったんですけど、はい、そうですね、調節したりとか工程を考えれば、うん、まあ、できるかなとは思ってます、なるほど、アップルパイ皆さんすごくお好きなんだなってことがちょっと、あ、確かにアップルパイ美味しかったね、俺も食べたけど、食べました、うん、なんかシナモンだっけ、はい、シナモンとか他のカルダモンとか入ってたんだっけ、はい、うん、入ってましたね、なんか風味が、そのスパイスの風味が、はい、あって、うん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 、ちょっとこうおしゃれな感じのミートパイでしたね、ミートパイとアップルパイと、うん、あ、ミートパイじゃなくてアップルパイか、はい、うん、そうですね、とても人気でした、カット売りもしましたけど、うん、本当売れ残ることもほとんどなく、はい、またやりたいと思います、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ということで、まあ、直近のね、いただいた口コミを読んでみました、はい、ありがとうございます、まあ、厳しい意見もいただき、また温かい意見もいただき、ありがとうございます、はい、心身ね、受け止めて改善していきましょう、はい、はい、もう1月もね、はい、終わりに差し掛かってますけど、ね、2月、バレンタインは何かやるんですか、バレンタインですね、はい、まあ、毎年、はい、チョコレート、うん、ダークチョコレートを使った産地から直接取り寄せた、あ、いえいえそこまでのこだわりはなかった、ごめんなさい、小麦のこだわりあったけど、カカオのこだわりはね、はい、すごいよくしてくださる、ね、はい、卸問屋さんつながりの方が、はいはい、それこそ多分現地で仕入れた、はい、あ、その卸業者さんが、が結構仕入れた、ね、クオリティでこの価格はない、はいはい、でおっしゃってました、はいはいはい、いいチョコレートを使ってのチョコレートシフォンケーキ、はい、お、チョコレートのシフォンケーキね、そうですね、はい、これはうちでも人気のシフォンケーキのチョコレートね、2月は限定で、はい、チョコレートたっぷり使って、はい、あとラム酒も入ってるチョコレートシフォンケーキを2月限定で販売します、お、これはもう毎年なんですが、はい、これ予約必要、絶対欲しい方は予約していただければと思うんですが、はいはい、基本はしっかり焼いて陳列はしております、はい、じゃあ予約したい方はひとパンのホームページから、はい、取り置き予約の備考欄に
書いておいてもらえれば、ね、取り置きしますと。ちょっとシフォンが作られてないので、はい、あのチョコレートシフォン何個とか言って書いていただければ、はい、と思います。はい、わかりました。はい、1カットを、まチョコレートシフォンは250円かな、はい、で販売します。はい、じゃあ2月限定のチョコレートシフォンは、税抜き250円1個。そうですね、はい、やらせていただきます。はい、わかりました。よろしくお願いします。それではここまで動画を見てくださりありがとうございました。ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。それではおつぱんでーす。イエーイ。